元気もりもり俺もり、どうも岐阜県水マス芸人の森高志です。さあ今日はですね、岐阜県美濃加茂、近いですね、近いですよ。カメラさん、もっとこれ下がってくださいよ。そうそう、それです。どうも岐阜県水マス芸人森高志です。この姿を見せたかったんですよ。さあ今日はですね、絶景の川遊びスポットということで、岐阜県は美濃加茂市にございますリバーポートパーク美濃加茂という公園にやってまいりました。ここは見てください、後ろにですね、岐阜を代表する川、木曽川が流れている、すごい気持ちのいい場所なんですね。今日はここでですね、珍しい川遊び体験ができるということでやってまいりました。一体どんな遊びができるのか楽しみでございます。待って、あそこにあるのは岐阜県の長、岐阜長じゃないですか。珍しい、よし捕まえてやる。待て、リバーポートパーク美濃加茂スタッフの飯田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ飯田さん、はい、このリバーポートパーク美濃加茂というのはどういったことができる場所なんですか？あ、はい、こちらの施設は、はい、2018年からオープンしまして、はい、レジャー&フィットネスということで、ほう、はい、あの川遊びやバーベキュー、はい、あと各種ヨガとか、はい、あのフィットネス関係の、はい、をやってる施設になります。どういった体験ができるんですか？はい、今日はですね、はい、サップの上で、ヨガを体験することができます。じゃあサップヨガ初体験ですけど、はい、もう面白そうな空気はもうプンプンしますから、楽しみたいと思います。そうですね、じゃあサップヨガ楽しみたいと思います。というわけで今からサップヨガ体験に行ってきます。今日は一般のお客様と一緒に1時間の体験になります。それじゃあ行きましょう。今回の先生の加代先生でございます。お願いいたします。お願いします。いや、初挑戦なんですけど、ちょっと大丈夫ですか？不安しかないんですけど。大丈夫です。わかりました、はい、誰でもできます。わかりました、はい、ちなみにあの、はい、虫取り網持ってきたんですけど、はい、これって使います？今日は、はい、あときっと邪魔になると思います。きっと邪魔になる置いておきます。ありがとうございます。じゃあ早速行ってきます。お願いします。お願いします。失礼します。おお、うわ、浮いてますねこれ。うわ冷た、川冷たこれ。うわ今日暑くてよかった。今日めちゃめちゃ、ちょっと待って、太ももが冷たいこれ。 ありがとうございます。準備できました、はい、ちょっと前お願いします。もうちょっと前、すいません。はい、はい、じゃあ動きます。はい、すごい動いてる動いてる。行ってきます。ちょっとかわいい。そうなるって、そりゃそりゃそうなる。まだ入り口が出てきたのに。危ない、急なでか。嘘でしょ。ちょっと顔がつかんねえ。はい、目線はね、前の手見ましょう。はい、英雄。はい、目線前の手見ます。はい、ゆっくりと呼吸しましょう。はい、じゃあ後ろの手ももを覗いていきます。はい、とても綺麗な景色です。はい、見る余裕を持って見ていきます。動きを止めましょう。
はい、それでは動きを止めたら足を伸ばします。はい、それではお休みのポーズに入っていきましょう。さあ、というわけで今終わりましたが、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、初めてやったんですけども、はい、なんか楽しかったです、途中から。かったです。はい、あと、まあ、その体がちょっと硬いので、自分はあんま向いてないかなと思ったんですけど、ヨガは体硬いのは全然関係ないんです。はいはい、もう気持ちよく楽しく、はいはいはい、やっていただければ。それで、はい、でいいタイミングで僕は落っこちるんですけど、はい、今日暑いのでまあ気持ちいいんですよ、落ちる瞬間も、うん、でも本当に落ちるのも楽しんでもらいたいんです、はい、あ、なるほど。でキャーキャー言いながら普段のストレス発散にね、はい、うん、なっていただければいいなと思う。あ、もうそんな感じでヨガって大丈夫なんですか。もうね、サップヨガはもうそんな感じでいいです。あ、そうなんですね、はい、もうキャーキャーワーワー、はいはい、はい、でそう言いながらバランスもちゃんと取れる、はい、でインナーマッスルが鍛わる。なるほど。もうバランスポーズで落ちないようになります。話も僕落ちないんですが、どうすればいいでしょうか、これ。締めてください。わかりました。ありがとうございました。はい、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よし、ジャンプします。行きます。せーの。絶対出ない。え、どかなくてよかったじゃないですか。収入感だもん。岩があるから。